海上自衛隊ではこの2022年5月24日に製造元である、新名は公用から通算で8機目に当たる US2 救難飛行艇の引き渡しを受けたらしいな。胴体の岩国基地にこの機体は配備されることとなり、今後の日本での海難救助活動に従事するようだね。これでさらに多くの要海難救助者を救えるようになるね。その通りだね。さて今回は、海上自衛隊に新名は公用製の大型飛行艇、US2 の8機目が納入されたことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さて US2 救難飛行艇は乗員11名、全長 33.25 メートル、全幅 33.15 メートル、全高 10.06 メートルの大きさを誇る世界でも最大規模の飛行艇であり、時速は最大で約 580km、巡航時で約 470km、航続距離も 4700km に達するんだ。なんといっても US2 救難飛行艇の最大の特徴は、離水距離が 280m で着水距離が 330m と圧倒的な短距離着水が可能な点で、着水可能な波の高さも 3m と世界の飛行艇としても最高の性能を実現している部分じゃないかな。これは世界9カ国で採用されているカナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇でも、離水距離が 808m で着水距離が 665m、着水可能な波の高さが 1.8m であることを考慮すればいかに高性能であるかは理解できるよね。しかし US2 救難飛行艇の場合には海上自衛隊以外に採用例はなく、その少数生産の絡みもあって1機あたりの製造コストはおよそ120億円超と高額であり、おいそれと海外の見込み国に購入を決断させる額だとは言い難いのも事実なんだ。US2 救難飛行艇の有力な輸出先だとこれまでも複数回にわたって報じられてきたのがインドでなんだけど、同カテゴリーのロシア製の B200 飛行艇は大幅に性能では劣るものの、1機あたりはおよそ75億円とリーズナブルってわけ。もともとロシアから複数の航空機を調達しているインドからしてみれば、単純に金額的な点はもとより運用に際してのアフターフォローも重要であり、そうした部分からもこれまで付き合いの長いロシアの優位性は高いと思われるよ。ただし今後は今年2022年に発生したウクライナ戦争の影響で、西側諸国からの経済制裁の続くロシアの航空業界の生産能力は著しく低下する恐れもあり、B200 飛行艇にもそうした問題が発生する可能性は少なくないだろうな。ウクライナとロシアの有事はいろんな国に影響を与えているよね。まあ一番きついのは当事者であるロシアだろうけど、自業自得の結果ではあるがな。それでもインドは西側諸国に歩調を合わせた対ロシア政策は行っておらず、行き先を失ったロシア産の原油を購入する等独自の路線を選択しているため、価格面を含めて折り合いがつけばロシアとの取引を躊躇するとは考えづらいんだよね。US2 救難飛行艇はその外観のデザインや救難飛行艇としてのコンセプト自体は、1976年から2017年まで運用された前モデルの US1 飛行艇を踏襲したものとなっており、こちらも同様に新名は公用が手掛けた機体となっているよ。ただこの US1 飛行艇も独自に開発された機体ではなく、1970年に当時の海上自衛隊が採用した PS-1 という対戦哨戒用に新名は公用が製造した飛行艇がベースになっており、そこから派生したものだったんだ。US1 飛行艇はその当時脅威となっていた旧ソ連の潜水艦に対抗すべく、機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対戦用ソーナーを使用する形式であったんだけど、この方式はすぐに陳腐化してしまったよ。当時世界の対戦哨戒の分野で最先端を行くアメリカ海軍では、1968年に初飛行させたロッキード社の P-3C 対戦哨戒機において、その機体から投下するその V 式の潜水艦探査手法を実用化し、これがすぐに標準となるんだ。そのため海上自衛隊では US1 飛行艇の調達を23機で打ち切り、1981年にアメリカ海軍に倣ってロッキード社製の P-3C 対戦哨戒機を導入する運びとなり、同機は日本では川崎重工業者がライセンス生産を行うなど100機以上が調達されたよ。ちなみにその後海上自衛隊では川崎重工業者製の国産の P-1 哨戒機を2013年に正式採用しているが、2020年度末においても P-3C 対戦哨戒機44機の保有を継続しており、残るこれらを海外の国々に対して払い下げる計画も浮上しているぜ。またここで P-3C 対戦哨戒機を代替することとなった川崎重工業者製の P-1 哨戒機だけど、四方を広い領海で囲まれた日本ゆえに調達予定数は70機前後に達すると目されており、2020年度末ですでに29機が運用されているよ。P-1 哨戒機も日本政府の武器輸出の規制緩和を受けて海外への販路の開拓が模索されているんだけど、
候補とされた大半の国々においてアメリカのボーイング社製の P8 哨戒機が採用されており、やはり海外輸出の壁は厚いのが実情だね。さて US2 救難飛行艇だけど、PS1 対戦哨戒飛行艇から US1 飛行艇と続く中で開発されたことは前述した通りではあるんだけど、製造元である新名和工業はこれらにつながる飛行艇を太平洋戦争まで開発製造を行っていた経緯を持つんだ。新名和工業の前身の企業は川西航空機であり、この川西航空機は錦大帝の通称でよく知られている錦大型飛行艇を当時の大日本帝国海軍に納入しており、そこで培われた技術ノウハウを継承しているってわけ。錦大型飛行艇は太平洋戦争期において大型飛行艇における世界屈指の性能を誇る名機として語り継がれており、川西航空機の菊原静雄騎士を中心に開発された機体であり、1942年に時の大日本帝国海軍での正式採用を勝ち取ったよ。菊原静雄騎士はこの二式大型飛行艇以外にも川西航空機において、大日本帝国海軍の局地戦闘機として高名な市電及び市電会を開発した設計技師で、日本の航空機製造に多大な足跡を残した人物として記憶されているな。日本の偉大な職人さんだね。今の産業の根幹を作ってきた技術者のおかげで、今の生活があるって考えたら、本当に感謝だよ。錦大型飛行艇が開発されるに至った経緯としては、第一次世界大戦後の世界の軍縮の流れが大きく影響しており、アメリカ海軍を最大の仮想敵とする大日本帝国海軍が水上戦闘艦の建造を、この艦の軍縮条約等で規制されたことが起因しているようだね。ここで大日本帝国海軍は水上戦闘艦の代わりに航空機による攻撃によってアメリカ海軍と対峙する構想を打ち出し、大な航続距離を持つ陸上攻撃機によってそれらを射程距離外から叩く戦術の実現を施行したんだ。もともとはあくまで大型の陸上攻撃機の開発が求められたのだが、第一次世界大戦の結果、日本の移民統治領とされた元ドイツ領だったミクロネシア島の島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を運用可能な飛行場の確保が困難だったからな。そのため飛行場を使用せずとも海上から飛び立てる大型の飛行艇の開発が行われることになり、これに応える形で川西航空機が送り出したのが97式飛行艇であり、1936年に大日本帝国海軍に正式採用されるに至ったぜ。この97式飛行艇は国産初の量産された4発の機関部を備えた大型の飛行艇であり、これをベースにさらなる大型化を図った機体の開発が1938年から着手され、1940年12月に完成したそれが1942年に正式採用され錦大型飛行艇となったってわけ。錦大型飛行艇は全長 28.13 メートル、全幅 38.00 メートル、全高 9.156 メートルの規模となり、時速は最大で約 470 キロメートル、航続距離はおよそ 8200 キロメートルにも達し、兵装として最大2トンまでの爆弾と航空魚雷2本を搭載可能だったよ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、SOS についてだよ。SOS といえば、助けてって意味だよな。でも何の略なんだろうね。実は SOS は略語じゃないんだ。え、そうなの？そこを今日は解説していくよ。SOS は現在は助けが必要な時や救助を求めるための合図や記号に使われている言葉なんだ。それは結構常識だよな。よく見るのが、無人島なんかで遭難して浜辺にでっかく SOS を何かで作って、飛行機なんかに知らせるっていう使い方が多いよな。そうだね。SOS という言葉は、もともと海上で遭難した時に船舶から救助を求める時に使われる遭難信号だったんだ。遭難信号を送る際にはモールス符号が使われていて、SOS をモールス符号で送ることで、救助を求めていたんだ。なんか僕のイメージは、無線なんかで言いそうだったんだけど、モールス符号だったんだね。そうだよ。そして、時代が経過するのにつれて SOS はもっと広い意味で使われるようになり、現在のような救助全般を求める記号になっていったんだ。SOS にも歴史があったんだね。でも SOS ってどんな略語なんだ？実は SOS には略語がないらしく、仮説ではセーブアワーシップ私たちの船を助けてや、セーブアワーソウル私たちを救ってという頭文字から取ったらしいよ。でも、言われたらそれっぽいけど、正式な答えがないのにニュアンスだけ浸透している感じなんだね。その通りだね。でも、さっきも言ったように SOS は海上で遭難した時に使われていたモールス符号でしかなく、特に意味があるわけではないんだ。しかも、モールス符号は点とマイナスを組み合わせることによって文字を表現する通信手段であり、
SOS をモールス符号にするとという表現になるんだ。単純にこのモールス符号が覚えやすく、打ち間違いが少ないことから使われているだけなんだ。そうだったんだね。なんか、SOS も意味がありそうで、使いやすいだけだったんだね。だが、これでモールス符号を覚えられたな。そうだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。